自然療法チャンネルの森ですようやく引っ越しが終わりましたのでこうやって動画を撮れてます、えー。この引っ越しでだいぶいろんなものを捨てたりできたんですけど、えー、今回のその引っ越しで、えーまあ、ついでですからいろいろ断捨離したいと思います。でその断捨離してながら、えー、いろいろ気づいた点をお話ししていきたいと思います。で私はいろいろ本を 持っててそれをちょっとずつ捨てたいんですけどなかなか捨てられなくて結局引っ越し先まで持ってきました100冊ぐらいは処分したんですけどまだいっぱい残ってて、えー、整理してるところですであのー、その本もいずれ捨てていきたいんですけどどうやってこう捨てていこうかなってあのー、考えてですねあのー、まあ、それでちょっとあのー、見切りをつけるということであのー それをテーマにお話ししていいいきたいと思いますで、まあ、あの本を整理しながらいろんなジャンル分けをしてで例えばですけど私はあの小学生の頃から宮沢賢治が好きで宮沢賢治の本をたくさん持ってて、えー、東北もともと出身は関東の方なんですけど東北に引っ越してきてから、えー、一番最初に行ったところは宮沢賢治、まあ、記念館だったり。 えー、ラスチ会だったり検事に関係する場所を旅行しました。でそれ以来大、あのー、して賢治について、えー、旅行せずに、まあ、本だけ集めて本棚にずっとこうしまいっぱなしで、えー、10冊「いやそこらは賢治絡み」の本があるんですけど、えー、考えてみたら、えー、ずっとあの保存しっぱなしで使ってないな読んでないなっていうことで、あのー、そろそろ あのこれに見切りをつけたいなということで、えー、思いつきましたで断捨離っていうのは過過去去に見切りををつけるる捨てこ今後そのなんか宮沢賢治にはまったりすることもなさそうですし、あのー、それは本を読めばまたこうあの小学生の頃だとか賢治が好きだった頃の気持ちに戻れるので。 あの楽しくていいんですけどあのそれをやる時間がないもう今後その宮沢賢治にはまれる時間は多分ないと思うんであの見切りをつけるじゃあどうするかということを、えー、捨てる前に最後に、えー、賢治の、えー、ゆかりの地を訪ねてみたいと思いますでその前に少しこう勉強して情報を集めて、えー、少しまとめてその賢治の 検事,の検事をテーマにした旅をするで旅したらその旅行機にして旅行機を残したらもう全部、えー、そこで区切りをつけて捨てるそのようにしてあの他のジャンルも一個一個見切りをつけていこうかなと思いますで読んでは感想文を書いて捨てる、えー、そうやって今ある本棚にある本を一つ一つ、えー、捨てていきたいと思いますでこれがあのー ここで言う1断捨離は過去に見切りをつける過去を捨てるというところのお話です。で次、えー、断捨離は自分のできることできないことをはっきりさせること、えー、これはですね「HowTo もの」の本なんかを読んで気づいたんですけど、えー、結構そのリーダー論私は前はそのリーダーになりたいということでいろいろリーダー論リーダーについてだとか経営だとかっていうのを 本を買って読んだんですけど、えー、まず実行できないというかうまくいきませんでしたリーダーにだってその慣れてないと思いますし今後も慣れないだろうとで自分のできないことをまあ20代の頃とか30代の頃ならその挑戦していいんですけども40代になったのであのそろそろ自分のできることできないことをはっきりしていこうかなと思います あの個人経営みたいなのはやこれ今後やるかもしれないんですけど、えー、大きい組織の,その社長だとか長になるっていうのはちょっと私の力量器では難しいなっていうのが正直なところなのでこれにもそろそろもう自分のできないことその可能性だけを信じてその努力してもできないっていうところじゃなくって自分の得意分野に挑戦していくっていうことで。あの できることできないことをはっきりしていきたいなと思います断捨離は可能性を残さないということなんですけど、えー、若い頃は可能性ばっかりです、えー、何がその適正かなんてわかんないですからやってみてあの花開くかもしれないのでたくさん可能性があっていいと思いますただもう20代30代ってずっと挑戦してきてるのに、えー、花が、えー、開かなかったらそれはもう適性がないと見ていいと思うんですね そそろそろもう40代になったらあの手放していこうと思いますですからその可能性だけを残したりせずにもう絞り込んでいこうと思いますじゃあ未来に向かってその何ができるのかというあの自分の得意分野に注力していくということですねでその未来夢が決まれば逆にその今に集中できるという流れで、えー、断捨離していきたいと思います 今日は以上です、えー。よかったらチャンネル登録お願いします。